エムレ・チョラクは、トルコ・イスタンブール県イスタンブール出身の、プロサッカー選手。ポジションは MF。2004年に、ガラタサライ・イ SK のアカデミーに13歳で入団。2009から10シーズン途中にトップチームに昇格し、2010年1月24日の、ガズイ・アンテプス・ポル戦で、後半戦で、アルダトゥランとの交代出場で、プロデビュー。同年5月16日のシーズン最終戦の、 現地レルビル DSK 戦では、プロ初ゴールを記録した。以降、ガラタサライの中心選手に成長し、2012年2月に2016年までの契約に合意。2012年9月19日、UEFA チャンピオンズリーグのマンチェスターユナイテッド FC 戦で CL 初出場を果たした。2016年5月27日、 スペインプリメイラディビシオンのデポルティボラコルーニアと3年契約を締結。加入1年目の2016から17シーズンは33試合で3ゴールを記録し、一部残留に貢献した。2006年から各世代のトルコ代表に随時、招集され、2012年に 2014FIFA フフワールドカップ欧州予選の対ルーマニア戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。